佐々木です。アゴキング後ろに見えます。はい、パイフェイス3、こちらですね、パイに顔が書いてあってめちゃめちゃ可愛い。本当に可愛い。ビーフシチューが入ってるものだったりとか、結構そういった変わったパイも売ってるということなので、変わってはないか、別に1杯ずつ2みたいなのもあるもんね。それをテイクアウトできるっていうのが珍しいんですよ。ずっと前から行きたかった。止まって止まって。皆さんおすすめみたいなのありますか？じゃあこれが一番。はい、買ってきました。ほら見てよ。わ、かわいい。パイを今日は3つ買ってきたんですけども、こういうメニュー表がついてます。どの商品がどの顔かっていうのがね、そう、わかる。コーンブロッコリー見てください、皆さんこの顔ね。そう、どたけんのこれ。あ、おしえ、それはその顔ある、その顔ある。どれどれ、だけいや、こう開けるんじゃないんだ。お箸入れみたいな。あ、出てきた。あ、かわいい。こうやって一緒に寝たい。どれが本当の私かなって。ピンチ。で、この真ん中のやつは店員さんに聞いたら一番おすすめですって言われた。では食べてみましょう。では半分に切りたいと思います。ごめんね。ははは、チューじゃない。おお、サク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 、切りやすい。せーの、パカリンチョ。あらららら、すごい美味しそう。なんかラザニアみたいなやつ。あーぽい ね。黒胡椒やクミンなど数種類の香辛料で味付けしたミンチビーフを贅沢に詰め込んだミートパイ。いただきます。うまっ、うまっ、ミートパイ香辛料がものすごく効いてるミートパイっていうか、一瞬だからカレーかなって思う。あ、うん、ほんとカレーに近いね。やっぱりパイがサクサクっていうよりも、いや、ほぼしっとりだね、これ。さっとり。あれ、さっとりだ。さっとりだよね、うん、サクサクのしっとりでさっとりだ。まあ、うまい。おいしいね。アメリカの映画でよく見るやつ、ミートパイとね。パラさん切ります。で、しかもこれに限っては先ほど比べて分厚いの。ほら、ポットパイっていうのね、って感じ、形だよね。うん、あー、これなんか腰いいよ。一思いにやってやって、ゴロリッソリ入ってる。あー、もうアスパラがまんま。うわ、すごい。なんかすごいグラタンみたいな匂いする。鶏肉みたいなのも入ってる。すごい。うん、めっちゃうめえこれ。うん、作る作るって感じ。サクサク、花が咲くの咲くっていいかなと。ペッパーがすごい効いてる。で、アスパラがね、ゴロゴロ入ってるから食べ応えあるわこれ。こういうさ、食べ物ってさ、絶対に家で作れないからいいよね。うん、で、こんな絶対カレー、あ、カレー絶対こんな形綺麗になんないし。カレー引きずってた。引きずってた。ほんとお母さんのパイって感じ。しかもロシア人のお母さん。自分なんじゃなくてね。自分のお母さん作れないの、そんなの。得意料理なんで。すっげーしょっぱい生姜焼き。せーの、ほーい。刺し方そう。うわっ、トロトロしてる。ヨーグルトだから。あ、キウイヨーグルト。そう、ほら、それが、あー、これ美味しそう。もうスイーツさん、これ早く食べたい。一番最初に食べたい。いただきます。うわ、酸味が効いてて甘すぎない。ヨーグルトとキウイの割合がもう抜群だね。うん、これはマジで夏に食べるべき。で、キウイのゴロッと感ね。全種類食べたいね。うん、また明日も行こう。え、女子会やろうみたいな時にね、持ってったら喜ばれるし盛り上がりますよ。うん、お土産にいいよね。そう、女子は必見。顔が書いてあるからさ。そうそうそう。で、あんた可愛いからこれとかって、ちょっとあんたひねくれてそうな顔だからこれだれでみたいな。で、私ブスだからこれいただきます、ね。ここできるもんね。あと、そのパイを裏返しにして、パイの神経衰弱とかやれるから。確かにね。そう、で、当たらないと食べれないとかね。あー、面白い。おー。はい。では、皆さん行ってみてください。はい。Twitter、Instagram のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価もお願いします。はい。それではまた、パイの日に会いましょう。さよなら。変な顔もある。
の中を。いや、そう。